部バルセロナが同国の審判技術委員会の副会長に多額の金銭を支払っていた問題で、国際サッカー連盟、FIFA、や欧州サッカー連盟、UEFA が制裁に動く可能性が出てきた。厳罰の場合は一部リーグからの降格や一時的にリーグから追放される選択肢もある。今回の問題では同国のラジオ局、カデナセールなどが審判副会長に合計約140万ユーロ、約2億円を支払っていたことが報じられ、さらに同国紙、エルムンドが総額は9億円超に上ると指摘してさらに波紋を広げている。スペインリーグのテバス会長は、時効に当たる3年を経過しているとして、リーグによる制裁は否定しているが、FIFA と UEFA が国際機関として制裁に乗り出す動きが出てきた。同国紙、アスは、FIFA と UEFA がバルセロナにペナルティを課す可能性がある。国内スポーツ法は3年以上経過した後に制裁を禁止しているが、国際機関がこのケースに介入する。両連盟は何が起こったのかを調査し、詐欺の疑いが証明されたと判断した場合にはバルセロナに制裁を科す可能性があると報じた。同国紙エルパイスは制裁の詳細について報道。FIFA がバルセロナに下す制裁として、カテゴリーの降格やポイントの喪失を科す力があると指摘。さらに、UEFA も、大会規則の第 4.02 条と第 4.03 条に記載されているように同じ力を持っている。また、問題のあるチームを1シーズン、追放、することもできる、と厳罰もあり得るとの見解を示した、世界屈指の名門バルセロナがリーグから姿を消すことになるのか。深刻な財政難も重なり、クラブ存続の危機を迎えることになりそうだ。